心はウェスタロス。心はウェスタロスではドラマハウスオブザドラゴンについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで配信しています。なおこの音声はハウスオブザドラゴンシーズン2エピソード6までのネタバレを含みますのでご注意ください。原作炎と血についても触れていきますが、ドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください。加えてドラマゲームオブスローンズ並びにその原作氷と炎の歌シリーズについても触れる可能性がありますので、ゲームオブスローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたします。またこの音声はシーズン2エピソード6死生の人々の深掘り考察をお送りしています。これより前にアップした解説会よりさらに踏み込んだ内容となっております。シーズン2エピソード6より先のネタバレは含んでおりませんが、次のエピソードを視聴する前にしっかりと内容を把握しておきたい方はお楽しみいただけるかと思います。ご自身で考察をしたいという方もいるかと思いますので、載せている目次を目安に自分の気になるトピックだけの視聴もお勧めしております。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい、ではこのエピソード6死生の人々なんですけれども、ちょっと落ち着いた回ではあったんですけれども、深掘る内容もちらほら落ちていたかなと思うので、それぞれピックアップしながらお伝えしていきたいと思うんですが、まず最初は、オープニングの変化がありましたので、解説の回でねあまり触れることができなかったので、そちらをまず、話していきたいと思うんですけれども、はい、はい、予想通りというか、こうなるんじゃないかなというような描写がね、そのまま刺繍で表現されていたかなと思います。うん、これ前エピソードじゃなくて2エピソードに1回変わるみたいな雰囲気ですよね。ちょっと針と糸足りひんくなったんちゃう？なんでなんかすごい中途半端だと思うんですけど、しかもちょっとずつ加えられてるというか、その1話とか2話の描写がなくなってルークスレストに行くかなと思ったら、意外と1話の描写、ジェヘアリーズくんとチーズが吊るされてる様子とかもありつつの今回のねルークスレストだったので、なんか尺が心配になってきましたね。前半の部分ちょっと削られてますよね。前半っていうか、エイゴンとレニルが一気に玉座の部分、はい、出る感じでしたよね、はい、で今回加えられた描写は、エピソード4のルークスレストの戦い、はい、で黄色のドラゴンがレイニスのアイリューメレーズ、金色のドラゴンがエイゴンのアイリューサンファイアで、実際この戦を終わらせたのはバーガー、エイモンドのバーガーだったんですけれども、そのバーガーっていうのはちょっとだけ映ってた感じで、足だけ見えるって感じですね。そうですね。そして真ん中にちょっと白い服なのか髪の毛なのか、人物が剣を上に掲げてる感じでしたよね。はい、当然視聴者としてはメレーズを仕留めたのはエイモンドのバーガーだって分かってるんですけど、歴史はそう捉えてないっていうことだと思うんですよね、実際エピソード5の冒頭のシーンでメレーズの首を晒す凱旋パレードがありまして、そこではエイゴン王が討伐したと世間にアピールしてたんですよね、だからバーガーは戦いには参加したけど実際倒したのはバーガーじゃなくてサンファイアっていう表現だと思いますね。その歴史上エーゴン2世を持ち上げるためにこう描かれたっていうのも多分あると思うんですけど、ある意味エイモンドの不祥事をちょっと隠す感じでもあるんでしょうかね。ああ、なるほどね、それはあるかもしれないね、水槽派が作ってんのか分かんないですけど、その内部で分裂してたっていうのはあんまり世にアピール しちゃいけないことだから、それもあるかもしれないですよね。ちなみにこれまでのオープニング映像で流れてた血って、いわゆる血の色、鮮血というかね、色だったんですけど、今回その、ルークスレストの戦いで共に怪我を負うなり亡くなってしまったドラゴンの血が黒色で表現されてたと思うんですけど、そうなんですよね。赤と黒のそのシミがね、うわーっとこの玉座に向かって、行く感じでしたよね。そうですね。この黒は血なのか分かんないんですけど、ちょっと思ったのが、空からサンファイアの血が降ってくるじゃないですか、ルークスレストの戦いで、はい、そこで
あの赤じゃなくて黒い血が流れてる雰囲気があったんですけど、うん、ちょっと、うん、色が微妙だったんですが、その黒い血なのか、あとメレーズがバーガーに首つかまれるじゃないですか、うん、その時も赤じゃなくて黒い液体みたいなのがちょっと流れてた感じがするんですよ。だからドラゴンの血は赤じゃなくて黒寄りなのかなと考えたんですけど。なるほどね、まあ、もしくは全然関係なくて、あれは血じゃなくてドラゴンを殺したっていうなんか悪い兆しみたいな、そういうサインなのかなと思ったんですけど。まあ黒歴史ではありますよね、確実に、うんうんうん、ターガリエン家にとってもね。はい、だし昔ターガリエンってそれこそドラゴンと交わっていたりとか、その実験的な感じで、あのそれこそオープニング映像の冒頭にもあったあのオグリオンっていう場所での魔術的な感じで、うんうん、昔のターガリエンは、まあ、ドラゴンと混じったり、それなりにそのドラゴンの血を含んでる人間だったりするかもしれないので、ターガリエン家の血ってリアルにその他の民族とは違う血の色をしてたりとか、まあ、でもレーニラが血を流してた時普通の赤だったんで、がっつり真っ黒ってわけではないんですけど、それなりに本当にドラゴンの血が彼らの中には流れていて、それをドラゴンは感じ取っているのかもしれないですしね、うん、血の成分自体がなんかちょっと違うのかもしれないですね、ターガリエン家って、うん、特に他の人から見たらそうかもしれないですね、うんうん、まあでもこのペースでいくときっと5話6話ってそんな大したことなかったじゃないですか。そうね、なんかありましたっけ。デーモンが変なカバン持ってたぐらいそうねでもあれは刺繍には刻まれへんでしょ。刻むとしたら何でしょうね。ドラゴンライダーが見つかったとか。ステフォン・ダークリンは描かれないでしょ。アダムね。ああ、アダムの件はあるか。いやでもまあ 5、6 はなさそうっすよね。なさそうだから次見れるのがシーズン3ってこと？あの刺繍の続き。まあラストエピソードで、エピソード7の出来事があって。でもでっかい出来事は8話の方があるんじゃない。ありそうですよね。だからもう刺繍間に合わんくてシーズン3でしょ確かなんか今までのゲームオブスローンズって9話目、うん、ラストエピソードの一つ前があのなんていうんですか、キャスタミアの雨とかね、そうビッグイベントがあって最終話はまとめみたいな感じだったんですけど、うん、なんかペースからしてみて7話より8話目の方が大きいイベント起きそうですよね。そっか、そんな感じしません？いやわかんないです。もうこの5話6話ですごいために溜めてる感じがあるから、うん、そろそろちょっと爆発しそうな気はするんですけどね。うんうん、うん、まあ両方とも爆発爆発でもいいんですけど、まあそうなると続きの刺繍はまあまだ糸買わんでええかなぐらいのなんか余裕を持ってそうな感じはしますけど。ちなみにあの真ん中に立っていて剣を掲げている人は誰か分かってるんですか？いやこれね、私なりに調べたんですけど、うん、分かんないですね。なんで白い服なのか、そして誰なのか。まあ多分エイゴンだと思うんですよね、歴史的に刻まれるのはね。そう、でもなんで白い、白ですよねあれ。髪の毛がロン毛で白なんかなって思ったんですけど、うん、まあ、そう思ったらエイモンド？どうなんだろう。でもエイモンドがあそこにいたらおかしいと思うんで。しかも宙に浮いてるしね。宙に浮いてるっていうか、そう、もうバーガーがいない時点であれエイモンドじゃないと思うんですけど、うん、うん、ちょっとわかんないですよね。なんかあの剣をこう上に上げるじゃないですか、うん、あれなんかすごいスターウォーズのポスターを思い出したんですけど。それかあれじゃない、巻き割りしてる時のデイモンじゃない、この上を腕上げてる。おかしいだろなんでルークスレッサーの戦いで巻き割りしてんだよ。いやそのデイモンのあのシーンについてもね、ちょっと後から話したいと思うんですけど、このロン毛で金髪白髪で上になんか掲げてるって言ったらもうデイモンしか思いつかないんですけど、ね、今のところちょっとまあなんかいつか答えが欲しいですねこれ。はい、そうですね。まあこんな感じでオープニングの変化がありました。では次、レイニラとミサリアに起こったちょっとロマンス的な
シーンがあったと思うんですが、まあ、このミサリア役を演じている園谷水野さんがこのレイニラとのキスシーンについて言及しておりまして、インタビューで述べていたことをちょっと拾い上げてお伝えしたいと思います。園谷水野さんはこういうふうに言っていました。シーズン1が始まる前からミサリアとレイニラの間にはロマンスの可能性を秘めているとショーランナーから言われていました。エピソード6、今回の死生の人々ですねの台本にはキスについて書かれていませんでした。ミサリアとレイニラが親密な瞬間を過ごすこと、その後中断されることだけ触れられていました。レイニラ役のエマ・ダーシーとショーランナーのライアン・コンナルと何ヶ月にもわたって何度も話し合った結果、レイニラとミサリアのキスを提案したのはエマでした。自分のトラウマについて打ち明けたミサリアをレイニラが抱きしめて慰めたいという本能を感じ、そこからキスに入るのは自然な流れのように感じました。二人とも長い間、いや今まで一度もあんな風に抱きしめられたことはなかったのではないでしょうか。あの親密な抱擁がすごく優しくて情熱的なキスに変わったのだと思います。なのでシーズン1が始まる前からこの2人の間にはなんか今後ちょっと濃厚な時間があるかもっていうことはもうすでに決まっていて、特にショーランナーたちは決めていたんでしょうね。そうですね、はい、ですが実際そのメガホンを取ってカメラを回し始めて、あのこの2人の間に起こる自然な流れとして、あもうこれキスだよねってなって、それを提案したのはエマ・ダーシー、レイニラの役者さんの方で、まあ、ミサリアを演じる園谷水野さんも、まあ、確かにってきっとなったから、こういう風に自然な本当にね流れとしてなったという風に、まあ、インタビューでね答えてくださってるので、なんか結構あのミサリアってその作詞なところがあったりね、あの周りを見てるキャラクターなので、これはレイニラを騙そうとかちょっとあの手中に収めようとしてやってる行為なんではないかというような予想ももちろんあるとは思うんですけど、このインタビューから感じるのはそうではなく、本当にミサリアとかレイニラっていう人物が人間としてちょっとくっついた瞬間っていうか、そういう感じがしましたよね。まあ台本に書いてなかったっていうね、まあ、俳優さんのアドリブというか、俳優さんがこうしたらいいんじゃないかっていうことを話し合って実現したキスシーン。確かになんかあれミサリア騙してるんじゃねえか説がちらほらあったりするんですけど、考えたくはないけど、その可能性なくはないですよね。まだなくはない、けど私はそんなことはあんまりない気がするというか、シンプルにミサリアとレニラの間にああいう空気感があって、本当にナチュラルな流れで、なんか本能的な感じでね、あの寄せられたんじゃないかなと思うんですけど、なんかそれこそ恋愛から発展した親密っていうよりかは、本当になんていうかな、人間同士であの親密になった先に恋愛の関係があったっていう感じがするので、なんかそれこそ確固たる絆が生まれてる気がするんですけどね。恋愛から始まっちゃった場合ってすごい後々お互いの人間性が見えてきて、なんかこの人嫌かもみたいになっていくと思うんですけど、この二人の場合ってお互いがお互いのそのレイニラっていう人物、ミサリアっていう人物の長所も短所も認めた上で、なんか最終的に愛の方に運ばれてった関係なので、なんかすごく、まあ、ミス・サンデーとかデナーリスとかにはないような親密さだろうし、それこそジョンとデナーリスの間にもないようなあの絆があるように感じましたね。あ、ちょっと私訂正したいことがありまして、あの解説会の方でキャミーさんの方からあれって原作でないんですかって聞かれて、全然ないですって言ったんですけど、あのはっきりとは書かれてないんですけど、なんかそういうヒント的なものはありました。へえ。なんかもうちょっとその何あれ上司と部下の関係、とかじゃなくて、もうちょっとなんか親密な関係はてなみたいな感じ、あって、まあ、そう
レイニラってバイセクシャル的な雰囲気があるんですよね、うん、あのレイナ・ベラリオン、はい、ともそういう関係がありそうな書かれ方があったんで。レイナ・ベラリオン、はい、レイモンの元奥さん。そうですね。へえ。はっきりとは書いてないですよ、うん、例えばレイナ・ベラリオンとはそういう関係でしたっていうふうに書かれてないけど、なんかすごいやたら近い関係だったみたいな。ちょっと普通に腕組む感じのめちゃくちゃ仲いい、うん、女子友達みたいな感じ。うん、まあ一緒になんかドラゴンに乗って旅をしてみたいな。めっちゃ可愛い。その描写欲しかったわ。うん、デーモンと3人でね。へえ。デーモンとレイナがまだ結婚してる婚約中。ツーリングってことでしょ。そう、3人で旅をしてみたいな。へえ、そういうの欲しい。そうですね、うん、まあテレビドラマなかったんですけど、まあでもそもそもターガリエン自体が本当に男女関係なく、ドラゴンもね関係なく交わる人種で、まあ向こうのエソスっていう大陸からウェスタロスという、その男性は女性を愛するもの、女性は男性を愛するものみたいな、そういう社会的に決められた当たり前の土地に来た人たちだから、うん、彼女たちのそういうターガリエンたちのなんか人との関わりがある意味ちょっと思考性的に映ってるけど、うん、別にそれってウェスタロスの人たちが勝手に決めたことだから、うん、なんかそこをなんだろうな、レイニラってその毛があるみたいな表現で言うのもちょっと変なのかなっていうのを私は思っていて、うんうん、むしろターガリエンっていうか人間的な本能に従えばターガリエンたちの習慣がある意味より本能的っていうかね、うん、なのでウェスタロスにいるからすごく際立って見えるけど、なんか言いたいこと伝わってます？はい、うん、なのでまあそれこそレイニラってデイモンっていうパートナーがいるけど、ミサリアとああいう風になったわけじゃないですか、うん、それもひょっとしたらその結婚っていう概念も勝手に人が作った概念で、うん、他の人間以外の動物を見れば別にそれって普通のことだから、なんか伴侶がいても別の人とその色恋が起こってもある意味ターガリエンの中では普通って思う人もいるかもしれない、うん、しレイニスだってなんかコアリーズのねちょっと不義っぽいところをなんかまあしゃあない、生ではいかないけれども、うん、まあ分かってるよぐらいの、他の人がいいってなるようなあの不倫なり浮気なりそういうものにあえてその目くじらを立てすぎない雰囲気もある意味ターガリエンっぽいのかななんてふうに思いましたね、うんうん、ていうかもともと人間ってそうでしょ。そうですよ、あのスパルタっていたじゃないですか、うん、あの筋肉隆々の男たち、はい、あの人たち全員バイセクシャルだったんでしょ、うん、そうなのかな。だからバイセクシャルっていう言葉自体も今の人たちが勝手に作ってる言葉であって、もともとそうだから、私たちがそのなんだろう、性的思考が一方通行な方がむしろ動物から見ると不自然みたいなね。そうですね、はい、とこもあって、なんか今言おうとしたんよね。そうだし、その歴史書自体があのなんだろう、メイスターっていう男性目線で書かれているものだから、すごくあの欠落してる真実ってめちゃくちゃあると思うんですよ。その歴史書自体がもうすでに男尊女卑的なね書かれ方なのもあって、例えばその日本の歴史もそうだし世界的な歴史もそうだし、全てその男性によって書かれてるものだから、例えば実は織田信長がなんかその男性を愛してた描写とかも実はあるけれども、それを省いてるようなとことかもあって、なんかそういうのもあのこの炎と地っていう歴史書にも反映されてる気が私はなんかしてるっていうか、うんうん、本当はこういう事実があったけれどもちょっと都合が悪いから男性目線から見るとね、なのでちょっと排除してるっていうようなね部分もあるんじゃないでしょうかね。それは間違いなくあると思います、うんうん、でその男尊女卑の権利言えば、特にこのもしかしたらゲームオブスローンズよりもハウスオブザドラゴンの方がそのそういう部分をね感じ取ってる方も多いと思うんですけど、まさしくそれがこのミサリアとレイニラの、 あのラブシーンでちょっと攻撃されてるような部分もねちょっと悲しいんですけど、はい、はい、あったりするんですよね。そうですね、あの配信日から3日経った時点で
第6話が批評サイトの IMDB で平均 6.3 点、これは10点満点中なんですけどね、うん、6.3 点というシリーズ最低得点を叩き出してんですよね。もうちょっとで赤点やん。もうちょっとで赤点かどうか、まあ、それでも、ね、6割以上なんで。赤点って40点ぐらい ?30 点とかじゃない。あ、そう。はい。で、まあ、このね、今 YouTube に画像出してるんですけど、ご覧の通り、最低得点の1位をつけられる嫌がらせが発生してるんですよね。つらぴやん、こんな。そう。で、これはですね、同性愛を禁じるサウジアラビアをはじめとする中東諸国で酷評されてるようでして、ちなみに1点のレビューの約 50% はサウジアラビアから来てるらしいです。で、理由はもちろんね、女性同士のキスなんですけど、中東って LGBTQ プラスにかなり厳しくて、でもなぜか男性同士のキスはまだマシだけど女性同士はダメみたいです。シーズン1エピソード5でレーナ・ベラリオンとジョフリー・ロンマスが男同士のキスをしたんですけど、はい、あれはね全然攻撃されなかったんですけど、レーニラとミサリアはダメだったみたいですね。で、なんかこれ去年配信された HBO のラストバースを思い出したんですけど、はい、まあ、ネタバレは避けるんですが、ざっくり言うと男性同士の恋愛が映し出されるエピソードと女性同士でキスをするエピソードがあったんですよね、うん、で、両方とも最低得点の1がつけられるレビュー爆弾があったんですけど、特に女性同士のが中東で問題になっちゃって、だから女性同士で盛り上がって幸せそうなのがちょっと気に食わないってこと？うん、ちょっと私中東の LGBTQ プラス事情にあんまり詳しくないんですけど、そうなのかもしれないですね。でもなんかちょっと悲しいですよね。なんかまあもちろん自分たちのそういう宗教的なものだし、文化的背景でちょっとムムッとなってしまう気持ちはね、まあ、もちろん日本人だとしてもある部分ってあると思うんですよ、うん、そういうこの人種だからこそちょっと位置をつけたくなるような胸に刺さる映画とかね、ドラマっていっぱいあると思うんですけど、なんかそれを取っ払ってその一つの作品としてやっぱ見るのが大事かなっていうふうに思いません？うん、うん、結構中東でね削除されるんですよね。カットされちゃうんですよそういうシーンって。へえ、モザイクとかは？いや、もう例えば映画で女性同士がキスしてる映画があったとして、はい、その部分をもう丸ごとカットするとか、うん、よくあることなんですけど。女性が喜びを感じてダメってこと？うん、それもあるかもしれないですけど、まあ、スターウォーズエピソード9でもありました。へ、女性同士がキスする1秒だけあるんですよ、はい、それが丸ごとカットされたらしいですね、中東の方では。そっか、まあね、日本人の私たちがとやかく言える問題でもないような気もするんですけど、まあね、ちょっと悲しい部分ではありますよね、一視聴者として。うん、 6.3 ってだって今まで9とか8とかそんなすごい得点だったんでしょ？そうですね、うん、でも逆にこれだけ1つけられても 6.3 点、うん、なんかすごい上出来だと思うんですけど。そうね、ラストオブアスでこのレビュー爆弾があったような、これまでの HBO 作品でもそういう経験があるけれども、この何度も何度も、ショーランナーとエマ・ダーシーとそしてその水野が一生懸命話し合った結果、いやこれはやろうって、これは私たちのパッションで生まれた自然な流れだからやるべきだっていう風に結構決意を固めて出したシーンだと思えば、やっぱそれをなんか評価したいなとも思いますし、まあ原作でもね実際そういう流れがちょっと匂わせ的な部分があったっていうことなので、まあある意味原作に忠実に従ったような表現でもあるんですかね。はい、うん、ちなみにどんな匂わせがあったんですか、ミサリアとレイニラ。体操服借り合う仲みたいな。いや、体操服は借り合ってないですねちょっとごめんなさい、具体的には忘れちゃったんですけど、うん、まあ、距離は近いみたいなことが書いてありました。うーん、なんかどうでもいい話一個シェアしていいですか。はい、私たちって寝てるとき夢見るじゃないですか、うん、まあデイモンで言うと、まあ、ヘルシービセイリスが出てきたりとか
ヤングレニラちゃんが出てきたりとか。やっぱ夢って自分の心の中でちょっと突っかかってる部分とか、ものすごくいつも考えてしまうようなことが出てくるパターンがね、多いと思うんですけど、私今まで数十年生きてきて、人生で一番多く見てきた夢は、体操服を忘れる夢です。どんなトラウマがあったんですか？あ、体操服忘れた、今日体育の授業やのにみたいな経験がめっちゃあったんですよ、高校の時。高校生でその夢見んの？え、高校生の経験が今大人になっても、あ、そういうこと？1ヶ月に1回は見ます。なんかそんな嫌なことがあったんですかね？いや、なんなんでしょう。だから体操服を友達に借りるっていうストレスが多分あったんでしょうね、うん、だから体操服を借り合う女友達の中って結構親密かなと、私の中では思うっていう適当などうでもいい情報でした。確かにどうでもいい人から借りられないからね。そう、ちょっと気になるじゃない、いろんなことが。匂いとかね。そうそうそう、うん、で返す時も私の変な匂いついてないかなとか、本当に体育が今日はないかどうかっていう時間割を一生懸命見てないよしって行く夢も見るし、うわ忘れたっていう 夢も未だに見るっていう、どうでもいい情報でした。体育が嫌いなのかな。体育は嫌いです。嫌いなんですか。はい。あ、でも確かになんか夢ってめちゃめちゃ変っていうか、なんかぜひ解明してほしいんですけど、私が死ぬまでに。いや、そうよ、フロイトさんにね、もっとやってほしかったですけど。何度も同じやつ見るじゃないですか、うん、あれって何なんですかね。ケンさんは一番何が多いですか。私は大学を卒業できないっていうね単位が足りなくて、んでもう一年通わないといけないんだけど金ないから、あの留年できない。へえ。でどうしようっていう夢を見て、うん、でその中でももうちょっとディテールがあって、はい、あの時間を間違えるんですよね、最後のテストの時間を。だからテストに、テスト試験会場に向かうんですよ。あ、で そうするともうテスト終わっちゃってて、うん、っていう夢です。まあだから自分がこれまで怖かったとかトラウマとかどうしようどうしようって思ってたねことが夢に出るから、うん、まあそういうのがね、デイモンにもきっと出てたんでしょうね。あ、デイモンのは夢じゃないと思うけど。あ、そっか。ビジョンっていうか、ね。まあね、それはデイモンのとこで話したいんですけど、実はこのデイモンのシーンにも結構なんか皆さんやきもきしてるっていうか、ちょっともういいんじゃねみたいな気持ちもあり、うん、そしてあのシーズン1の頃のデイモンはどこ行ったと。もうシーズン2のデイモン見てられませんみたいな、ちょっと不評的なねコメントが寄せられていて、まあそれはすごくね、あの一視聴者さんの意見としてめちゃくちゃいいなと思うので、ちょっとシェアをしたいなと思うんですけど、例えばこの本当にデーモンのちょっとファンタジー寄りのシーンにうんざりしていてもう飽きましたと、ケンさんが、解説の回で言っていたようなタイウィンとかアリアの会話みたいなゲースロらしいウィットに富んだものを見たいです。シーズン2は8話までしかないらしいし、尺を大事に使ってほしいと。最後まで見てみないとわからないけど、あのハレンホールのシーンが長い割にはドラマ本編に対して貢献するか疑問です。制作陣はデイモンの使い方を間違えたのかなというようなコメントだとか、ちょっとギュッと凝縮してお伝えしてるんですけど、あとはこのデイモンいい加減役に立って活躍してくれないと本当に好きになれるポイントがないというコメントで、このままシーズン2がこんな感じでデイモンのシーンで終わってったら、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンの中で一番嫌いなキャラになりそうだというような、なんかもう悲しみのコメント寄せられていてね、まあちょっと尺長いしチンタラしてるようにも感じるし、一体このシーンは何なんやと。いや、わかりますよ。シンプルにやっぱ思っちゃうねとこはありますよね。うん、うん、どう、ケンさん的には。これ確かこの間キャミーさんとお話ししてた時に出たと思うんですけど、うん、あのこれ多分ね、一気見してたら問題ないと思うんですよね。はい。でも我々って1週間に1回しか新しいエピソード見れないじゃないですか、うん、だからちょっとスローペースに感じるんじゃないかなと思ってて、はい、ゲームオブスローンズの場合ってほとんどの方は一気見してると思うんですよね、うん、まあ、もしかしたらシーズン7とか8は週1で見てたかもしれないんですけど、シーズン6ぐらいまでは一気見の人が多かったと思うんですよ、はい、で
その時も、まあ、例えばアリアの盲目修行とかってあれって一気見するから退屈に感じなかったと思うんですけど、今回みたいに週一でアリアの修行を見てたらちょっと長くねって思っちゃうのかなと思ってて、うん、でも私の友達でもアリアの修行シーンがほんまに無理みたいな人いましたし、うん、ディスコードでもこの間話しててそういう方もいらっしゃって、確かにちょっともう意味わからんから早く動いてほしいみたいなね、ちょっとせかしちゃう気持ちは、ね、どうしてもありますよね。そうですね、そうそう、やっぱね今一気見慣れてるじゃないですか基本的に、うん、ネットフリックスの作品とかね、うん、とか、まあ、ネットフリックスじゃなくても全部出てからもうパパンってね1週間で全部見ちゃうとかね、うん、普通にそれが普通になってきちゃったんで、はい、こうやってね毎週毎週新しいエピソード楽しみしてんのにもかかわらずデーモン今回も何もしてないじゃんみたいな、うん、そのがっかり感は確かにあると思います。そうですよね、うん、なんか私もこのデーモンデーモンデーモンを見てて思うのは、うん、なんか彼ってザ・ターガリエンだなってめっちゃ思うっていうか、うん、この人ドラゴンいなかったらほんまに無能なおじさんなんやなっていうのをめっちゃ感じてます、うんうん、それこそレーニスとかレーニラの方はまだなんか、まあ、もちろんすごい慎重で、まあ、いわゆる男性のなんていうかな、他の例えばセルティガーとかマーブラントとかああいうおじさんから見たらめちゃくちゃなんていうかもうあの守りに入りすぎてて全然何もせえへん人に見えるかもしれないけど、でも王って戦争をいかにしないかを大事に一番しなくちゃいけないじゃないですか、うん、そう思うとレイニスとかレニラの方がある意味その平和を導く王の器ってのはある気がしていて、デーモンなんかよりね。なのでなんていうかデーモンはそういう彼女たちから比べるとマジでドラゴンおらんかったら何もできひんやつみたいな、うんうんうん、ターガリエンが神に近いと言われているのはただドラゴンがいるおかげっていうのを体現化したキャラクターだなってめちゃくちゃ思ってて、なのでなんかこれから多分まあ戦とかには発展すると思うんですけど、よりデーモンをなんていうかちゃんとしたキャラクターとして描いていくためにも今のこのちょっと沈んだシーンって必要なような気もしていますし、まあ 40、50 のおじさんでしょデーモンってね、50ぐらいだと思います、まあ、アンチエイジングの神みたいな感じですけどあの 40、50 のおじさんがなんか嫌なことあったらすぐどっか逃げてもうブイってどっか行っちゃって自分の都合のいいことしかしない、まあまあ現代で言ったらめちゃくちゃこじらせてるおじさんがこれからねなんかまあ国葬派の役に立っていくような戦をするキャラクターになっていくにはそれなりにセラピーしないと無理だよねっていうのも思うから、急になんかキャラ変してめっちゃええやつになりすぎてもキャラクターを描けてない気もするから、ちゃんとした意味のあるなんていうかそれこそ黒歴史的なねシーズンになってるんじゃないかなっていうふうに感じてます。うん、まあでもね解説会でも言ったんですけどこのこじらせデーモン多分もう終わりだと思うんで、うん、ビジョンの中でヤングレーニラとかヴィセイルスに会ってで最終的には謝罪もできたんで、はい、多分ねこっから暴れると思いますよ。いい意味で暴れるの、今でもある意味暴れてますけどなんかいつもなんか俺に指図するなーとか言って基本キレてるでしょ、うん、そうですね基本キレて叫んで怒ってることでしか解消できないシーンがめちゃくちゃあって、それがあのアリス・リバーズが全然声を荒げずにあのなだめるっていうかあの彼のペースに飲まれずに自分のペースでセリフを言うシーンがめちゃくちゃコントラストがあってよかったなと思って、うんうん、それこそあのアリスの落ち着いたセリフ回し言い回しがあのデイモンのこじらせ具合をより際立たせてた気もしましたね。はいはいはい、うんうん、まあでも逆に言うとその切れて怒ってドラゴンでどっか飛び立つっていう選択肢しか多分彼の中で今までない人生を送ってきたから、それはまあある意味仕方ないと思うんですけど、まあでもね、まあでもデーモンって昔から別に口がうまいわけじゃない
ですよね、うん、でなんか頭がめちゃめちゃ切れるってわけでもないんで。でもドリフトマークでさ、あの子供たちがキッズ王の喧嘩みたいになってた時にはすごい冷静に外から見守ってて、スッとレニュラの前に来て彼女を守ったりしてくれてたじゃない、うん、あのデーモンは今いないよね。うん、そうですね。なんか全てはレイニラが王冠をかぶったことで彼の中の心の歯車がちょっとずれ始めて、嫌な部分が露出してる時期なのかなっていう感じはしますけどね。うん、うん、ちょっとデーモンもそうですけど、全体的にスローペース、うん、についてはキャミーさん的にはどう思います？いやー、どうだろう。まあ確かにあのシーズン2エピソード5、6を見終わって、あの最後のあのクレジットが出た瞬間に、あ、今日もこれで終わりみたいな気持ちはまあ1ミリ2ミリぐらいはありましたけど、うん、でも別に何やろな、ゲームオブスローンズのシーズン2も正直ちょっとあんまおもろくないなみたいな話もあったっちゃあったから、うん、でも全てのシーンに意味はあった、うん、ちょっとちんたらしていて、あのスローペースでなんか浮き沈みの少ないようなゆったりしたエピソードもあったけれども、全てのシーンに意味があって、あのホーダーとハウンドがなんかなんていうかな、下半身が露出するシーン以外は全て意味のあるシーンだったと思うから、うん、なんかこのデイモンの雨宿りをねチェックするシーンもそうだし、なんかぐるぐるってなんかめまいして、ウィアウッドのベッドでそれでも寝るんやっていうようなシーンもそうだし、全部最終的な結末まで見て見返すと、ああこういうデーモンもあったけど、このデーモンがあって巻き割りもしたから、あの敵を最終的にあのポージングで殺せたんやみたいなのもしかしたらあるかもしれへんしね巻き割りポーズで最後ね、いやーってやるかもしれへんし、うんうんうん、まあそうで、ちなみにですけど、今ハウス・オブ・ザ・ドラゴンシーズン2のエピソード6でして、うん、ゲーム・オブ・スローンズの場合どうだったかなと思って比べてみたんですよね、うん、シーズン2エピソード6はココンの神々というエピソードなんですけど、はいはい、ここではですね、ブランはまだウィンターフェルにいます。まだ？そうで、ロブとタリサ、ジョンとイグリットは出会ったばっか。じゃあイグリットがあのモノマネしてる時ですか？まだ。いやいや、このエピソードで初めて出会いました。あ、そうなんや。そう、へえ。でカースにいる、カースね、カースにいるデナーリスのドラゴンが盗まれて終わるんですけど、うん、デナーリス自体もまだ全然本領発揮してないんですよね。え、でも古今の神々のデナーリスってあれじゃないですか、まず最初にあんたを焼き殺すぜベイベイみたいな鳥でしょ。ベイベイあの香辛料の王、はい、カースのね、そうそうそう、おじさんに言った時じゃない？そうそうそう、それこそターガリアンですねって言われるあの時でしょ。そう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 、なんかやっとその片鱗が見え始めたみたいな。そう、まあそう、私が言いたいのはそうなんですよ、まだねドラマが始まったばっかぐらいじゃないですか、うん、だから焦らない、焦らない、そうそう、そう焦らないで Calm down リケーリリケーリよみんな、そうそうリケーリリケーリ、だからまだね、まだシーズン2エピソード6ですから、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンも、はい、こっからですよ。ハウス・オブ・ザ・ドラゴンはシーズン8までいかないでしょ。まあいかないですけど、そう思ったら今シーズン4ぐらいまで行っててほしいんじゃないですか、ゲイスロの。それはヘリクツ？いやヘリ、まあうん、そうですねヘリクツ。いやハウス・オブ・ザ・ドラゴンどこまで行くか分かんないけどね、その総理の舞踏の後も続くかもしれないし、はい、そうだから、まあリキエリ、リキエリね、皆さんまだ落ち着きましょうと、うん、こっからですよ本番は。そう、あとそのゲームオブスローンズでいたキャラの面影とかをハウスオブザドラゴンに探すのも、まあすごく気持ちはわかるんですが、ちょっとそれもなんか違うのかなと実は若干思ってて、例えばタイみたいなキャラってマジ神だと思うんです、オレナとかもね、うん、でもまあリトルフィンガーもそうだけど、そういうキャラをハウスオブザドラゴンにドーンって置いたとしたら、ただのコピーっぽく見えちゃって、逆にちょっと興ざめする気がするんですよね私。私あのジョージ・アルル・マーチャンもね、あのハウス・オブ・ザ・ドラゴンにはアリアもいないしジョンもいないティリオもいないよっていう風に最初から言ってたわけで、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンの良さってその白黒はっきりしないザ・悪役とか絶対スーパーマンみたいなキャラが、まあ、ゲーム・オブ・スローンズにはいないっちゃいないんですけど、よりいないし、より生活感があってリアルで私たちの、 あの
きている世界にもいそうな心情のキャラがめちゃくちゃいるっていうのがすごい魅力だと思うから、ある意味タイウィンを探してもハウス・オブ・ザ・ドラゴンには馴染まないと思うんだよね。まあそれ思うし、そうですね、ちょっとゲーム・オブ・スローンズのキャラはちょっと別格すぎたっていうのもありますけど、YouTube のコメントで結構そのもうちょっと笑い要素が欲しいみたいな、あ、そういうコメントも結構来たりして、ホットパイとかね、そうですね、ポドリックとか、うん、確かになんかほっこりキャラみたいのがもうちょっといたらな、トーマンドとかブロンとか、そういうキャラもいないですよね。なんだろうな、ちょっと締めっぽいエピソードではありますよね。なんか精神的にちょっと迫ってくる感じもあり、まあでもそれは魅力だとも思うんですけどね、私。なんかめっちゃ気持ちわかるし、これ私やったらこうするかもみたいなキャラってゲームオブスローンズよりハウスオブザドラゴンの方がいません？そうかな、まあ難しいですけど、なんかサーセイはサーセイとして素晴らしい過去たるキャラじゃないですか。はい。でも私の友達にはサーセイみたいな人いないんですよ。でもアリセントみたいな人はいるのよ。わかるかな、このちょっとしたすごいより繊細で、なんだろう、締めっぽくて感情的で、なんかより親密な寄り添えるキャラみたいなのはハウス・オブ・ザ・ドラゴンの方がいる気がするな。なんかデナーリスとかサーセイはめちゃくちゃかっこいい女性キャラだけど、なんていうかドラマの中の人っていう感じなんですよ。うん、わかります。アリセントはその辺にいる女子の気持ちをめちゃくちゃ反映してたりとか、まあ、クリスピンもすごい、なんだろう、振れ幅の広い人だけど、ああいう人って実際いるし、なんか現実にいる現代にも通じる精神状態をキャラに反映してくれてる感じがするから、まあある意味その、原作がね歴史書だから、キャラクター一人一人の個性とかキャラクターの歴史を、スタッフたちがね一生懸命脚本なり演出なりで反映してる感じをすごい感じるので、なんかある意味深掘りしがいがあるっていう気はしますね。確かにジョフリーとエーゴンって比較対象ではないんですけど、ジョフリーは物語の中のキャラクターって感じがして、エーゴンってなんかそこら辺にいそうな感じはしますよね。そう、実際にジョフリーとかラムジーみたいな人います？周りに。いや、いないですけど。エーゴンみたいな人いるじゃない。いや、わかります。ちょっと自分の息子にね重ねちゃって見てしまって、それこそアリセントの気持ちがちょっとわかるみたいなのってあると思うんですけど、ジョフリーみたいな人ってなかなかいないでしょ。そうですね。そう、なんかそれこそ推しキャラが見つからないのも善と悪がはっきりしてないっていうのがすごい大きい要因なのかなと思って、だからこそある意味スカッとするシーンも少ないと思うんですよ。なんか全部がなんかぬめっとザラッと、なんていうかぼやっとしてるけど、なんかリアルじゃないですか、そっちの方が。別にゲームオブスローンズがいい、ハウスオブザドラゴンが悪いとかそういうわけではなくてね、この議論ってなんかどっちが好みかってのもよると思うんですけど、それこそキャラクター自身が善悪の境界線がよりなんかモザイクがかかってて、それもすごく魅力だと思うし、なんかある意味その正解がないドラマでもあると思うんですよ。ゲームオブスローンズってすごい善悪が、まあこの世にありふれた映画とかドラマから比べると全然みんなグレーなんですけど、ハウスオブザドラゴンはよりグレーな感じがして、答えもなければ正解もないっていう、なんかその正解のないところにめちゃくちゃ価値がある気がしていて、つまんないじゃない、正解があったら。だからなんかその正解を見つけさせてくれないもやっとしたとこの面白さを私は感じますかね。まあもうちょっと様子見てみましょうよ。そう、はい、まあ双竜の舞踏っていうね、
もの自体は最終的に決着はつくんだろうけれども、それはある意味歴史的な決着であって、私たち視聴者の中で各々の正解とか各々の感じ方で違う様々な正解とかね、決着の仕方があるんじゃないかなと思います。はい、うん、あ、そういえばさっき言い忘れたんですけど、ゲームソロのシーズン2エピソード6でも、うん、オートで暴動が起きてました、うん、めっちゃたまたまだと思うんですけど、え、あの三作襲われるやつ？そうです、うん、あれも食料が庶民に回ってなかったりして、うん、暴動が起きたっていう背景で、それはハウス・オブ・ザ・ドラゴンも一緒でしたね、うん、そうでしたね。今回の市井の人々って、まあ、題名がね、あの庶民たちがちょっと不満が爆発したようなねエピソードで、まあ、それこそ食糧難で、あのみんなが暴動をね起こしてしまうんですけれども、 YouTube でこんなコメントがありました。オートの食料ってエッソスからの輸入が多いんでしょうか。ウェスタロス内だったら陸続きでなんとか補充できそうな気もするのですが。いい質問で、確かにその通りだと思うんですけど、うん、ウェスタロスの東に位置するキングズランディングはエッソスの自由都市とまあまあ近いですよね、うん、だから貿易が盛んだと思うんですよ、はい、だから輸入品多いと思うんですが、もちろん輸入品に頼ってるわけではなくて、ウェスタロス中から食料調達できるはずです、うん、キングスランディング自体もそのブラックウォーター川っていうね、ゲームオブスローンズでの舞台になったの川湾があって、その川自体がリーチとか、あとは東の方のリバーランドとかね、つながってるので、まあ、陸続きとはいえその川を伝ってね、あの物も運べますよね。そう、うん、じゃあなんでオートの庶民の間で食料が調達しにくくなってるのか、以下私の想像なんですけど、うん、考えられるのはその1、戦時中なので貴族が食料を蓄えててオートの庶民に回ってこない、うん、その2、国葬派にあたる北部アリンの谷間、そして王室領の一部などは水槽派が牛耳っているオートに食料を送ってない、はい、その3、水槽派のはずのリーチでも反乱が起こり始めててオートに食料を送れない。確かにビーズベリー家がね、あのハイタワー家になんかイチャモンつけて反乱を起こしてるとかね、うん、言ってましたよね、はい、弱い76歳。そうです、うん、ちなみにビーズベリー家ってやっぱ蜂蜜がやっぱ取れるんでしたっけ。紋章が蜂ですね。なんか私シーズン1の新キャラ紹介の時、このライマン・ビーズベリーのあのおじいちゃん見て、確かにめっちゃ蜂蜜好きそうみたいな謎のコメントした気がする、うん、うん、まあリーチはね土地が肥沃なんですよね、はい、だから農業に適してて、多分ビーズベリー家は蜂蜜専門農家そう、そうですね、うーん、ハニーで儲けてるのかな。それか、まあ、蜂のあれですか、ブリーダー、蜂のブリ、蜂を売ってんのかな、うん、その4、国葬派か水槽派かどっちつかずのリバーランドでも内戦が続いているので王都に食料を送れない、うん、これはブラックド家とブラッケン家の戦いもそうですよね、うん、その後水槽派の西部が陸で食料を送る場合はリバーランドを通らないといけないけど、リバーランドでも内戦が起こってて道路とか川が封鎖されてる、うん、でその6、オートに食料を送れる水槽派はバラシオン家が統括してるストームランドぐらい、うん、いやでもあそこいつも嵐やから、そうです、ね、食料ないでしょ、ずっと雨降ってるんで、やっぱ魚ちゃいます。うん、でドーンとか黒金諸島は食料あんまり送ってないと思うんですよね、そもそも。だって黒金諸島は種まかず言ってるから、彼らが奪ってるでしょ、むしろそうそうそれもあるし、まだ水槽派というか国葬派も決めてないんで、はいはい、黒金諸島の人たちは、うん、でドーンはまだ独立保ってるんで、なるほど、そう別の国なんで、そもそも王都とまあ多分取引はあったんでしょうけど、うん、まあ、戦時中だからこそちょっと貿易が止まっちゃってるのかもしれないですね。
うん、しかもドーンってトライアーキーと同盟結んだんでしたっけ。あ、シーズン1のエピソード6かなって言ってましたね。そうですよね、うんうん、だからウェスタロスと戦ってる側ですよね。そっかそっか、うん、ちなみにゲームオブスローンズの時代もずっと戦争だったと思うんですけど、はい、やっぱ食糧難でしたよね。そうですね、ゲームオブスローンズの5の戦いでもレンリーの支持者のメイス・タイレルがリーチからの貿易と食料の供給を断ったんですよね。へえ。だからオートで暴動が起きました。そうでしたっけ。あのテレビドラマの方ではそんな説明はなかったと思うんですよね。うん、単純に庶民が食料を手に入らなくなってるみたいな、そういうことしか言ってなかったと思うんですけど、原作の方ではタイレル家が関わってるっていうことは書かれてます。へえ。まあリーチ自体がねすごく肥沃で、あのいっぱいお野菜とかね取れるっていうのはゲームオブスローンズシーズン7エピソード4、うん、戦利品とかでねすごい皆さん覚えてらっしゃるかなと思うんですけど、うん、まあ、この時代もあのリーチはすごくご飯はねめちゃくちゃ取れるとはいえ、やっぱ勃発している内乱のせいで、あの王都には遅れてない可能性もあるだろうし、でもやっぱり貴族が買い占めてるのが一番大きいんじゃないかな。うんうんうん、それが、うん、確かに一番でかいんじゃないかな。結局貴族は食糧難に陥ってないと思うんで。はい、うん、である意味農家とかそれとか家畜の人たちは王家から、王家とか貴族からめちゃくちゃお金はもらってるってことなんでしょうかね。どうなんでしょう。でも王家もそんな金がないみたいな話出てません？出てる。うん、奪ってるのかもしれないですね、羊とか。そうか、羊をこれまでの何倍で徴収するみたいなね。そうですね、話もあって結局それ続行することに、ね、なってましたもんね、夫の助言で。ドラゴンの数も増えてるし、どん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 大きくなっていくし、うん、やっぱ、ね、これから戦争なんでドラゴンにたくさん餌をあげないといけないっていうね、うん、だから庶民の人間に羊とか、まあ、肉を与えずにドラゴンに与えてる。でも最終的にそのドラゴンとかにも与える食料もなくなってくんじゃない。うん、だから多分そのベールのレイナちゃんにいるとこにもワイルドドラゴンがいるって話があったんですけど、もともとドラゴンストーンとかにいたはずなんですよね、はい、ドラゴンストーンももしかしたら食料がそんな回ってなくてドラゴンも食べるものがなくなっちゃったから外に出ちゃってる感じ。うん、なるほどね。うん、でもドラゴンストーン自体も火山島だから食料どうしてるの？あんなにだってお野菜とか今回運んでましたけど、うん、そうですね、それは確かにあって、あ、それこそでもエッソスからもらってる可能性もあるのか。そうそうそう、それもあるし、ドリフトマーク、はい、ドリフトマークはそんな火山ないと思うんですよ。潮干狩り系ですよね。そう、なのでドリフトマークで育てた野菜とか、それから王室領の一部とか、うん、で育てた野菜をドラゴンストーンに回してるのかな。ドリフトマークさんね。そう、ちなみにドラゴンストーンは漁村、はい、とかもあって魚は結構あるんですけど。へえ、うん、そっか。でもウェスタロスの人はもう魚に飽き飽きしてるんで、そろそろねお肉が食べたいよとおっしゃってましたが、魚も美味しいんですけどね。魚美味しいよ、うん、カツオのたたきね。ねえ、はい、ということで、まあ、今回の深掘りはこんな感じでしょうかね。はい、はい、ということでいかがでしたでしょうか。このチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエストを大募集しております。お伝えした解説の中で分かりにくかったところや今回解説しきれなかった箇所について、また基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。一つ注意事項として、今回お伝えしたシーズン2エピソード6より先のネタバレは含まないようにだけご配慮をお願いいたします。そして我々心のウェストロスでは YouTube のメンバーシップも大募集中です。月額190円で文字や音声でやり取りできるチャットサービス Discord への招待 URL を公開しております。
ディスコードへの参加継続は YouTube のメンバーシップも継続してくださっている方のみに限らせていただいております。ハウスオブザドラゴン配信期間中は毎週月曜日の夜10時からボイスチャットでメンバーさんとワイワイおしゃべり考察大会もやっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。はい、はい、この間女子会も開きましてね。うん、うん、めっちゃ楽しかったです。ちょっとだけ音声聞きましたよ。いや、ずっと聞いてたやん隣で実は聞いてない、何言ってんの。いやでもね、あの全然女子会っていう括りですけど、ただ名目上なんでね、それこそどなたでも OK っていう、うんうん、別にねことだったんで、地味にね盗み聞きされてる方もいっぱいちらほらおられたんですけど、ケンさんも聞いてたっていうね、うん、ちょっと私は男子会は開かないかな。なんで。いやでも、あの原作の話をしたいんで、はい、例えば炎と血読んでる人たちだけとか、うん、それか氷と炎の歌シリーズについて語る会を今度やってみようかな、うん、それは絶対やった方がいいよ、うん、あの時のあれ原作とああでしたよねって喋れるのはやっぱ私にはできないから、うんうんうん、もやもやしてる人もいるだろうしね。そうですね。あ、てかどっちかって言ったら氷と炎の歌やりたいんですけど、うん、そっちはあんまりいなさそうなんでいますいます、うん、私も呼んでますし。てかね、氷と炎の歌の解説をやりたい。それね、ケンさんね、まあ、30年前ぐらいから言ってるんですけど、そんな前に生まれたい。1文字も達成してないよ、うん、そう、ゲームオブスローンズの解説もまだ途中なんで、それが終わったらぜひね原作、いや途中だとしても原作入りたい。終わらそう、まずシーズン6は終わらせようか。いや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 、それは終わらせてやらないともう本当に伸び伸びになっちゃうんで、うん、鉄の玉座さんまで終わらして、でそれ終わってから、はい、みんなで小説を一章ずつ読んで、うん、朗読大会して、朗読大会して感想を語り合って、はい、冬の恐怖を待ちましょう。まあ、それこそ朗読とかはね、やっぱ YouTube に上げるよりも Discord とかの方が、あ、そうね、多分ね、うん、あのいろんな関係上いいと思うので、はい、まあ、それに向けてもどんどんメンバーさん募集したいなと思ってるので、はい、ぜひぜひお気軽にご参加ください、はいはい、ということで次回はエピソード7、最終話の1個前のエピソードなので、まあ、これまでの例に習うとちょっと来るんじゃないかと。次こそ脇汗系、うん、そうですね、私は結構期待してるんですけど、前回あんま脇汗かかなかったよね。ハンカチは用意したんですけど、はい、確かに脇汗かかなかったかな、はい、まあ、エピソード7、8はそれなりにダクダクになるんじゃないか。もうダクダクはい、そうね、ということでエピソード7につなげていきたいと思います。それではまた次回、バラーモルグリス。